独自の自分用のドリルがあるよね。あの、うん、レッスンのお客さんには結構これを教える。ああ、なるほどね。ここここが、うん、ここまでいかんね。ええーうん。だ結構ここ結構いい謎があるんかもしれないね。はい、皆さんこんにちは。てけてゴロスチャンネルの桜井です。今日もよろしくお願いします。えー、今日は。 同級生のプロゴルファーが来てもらってます。川上光輝です。よろしくお願いします。よろしくお願いします、えー。あれなんですよ。視聴者の方たちはですね。うん、もう早く上手くなりたい人達ばっかりなんですよ。うん、なので、うん、まあ僕、僕いつもレッスンしてるけど、うん、あの、なんかなまあ、違うね。なんかこう、合う合わないってっあるじゃないですか。 いろんな人の俺らも習ってきてこの人合うな合わないこれやっぱり人間なんでやっぱそれあると思うよねだからもう後期のやってきたことっていうかやってることでもいいしちなみに僕が見ててスイング見ててめちゃくちゃ手元低いやんスイングの手。めっちゃ低いとこあるからあれってやっぱミート率ってあ 上がるやん、絶対にだからどんな練習してんのかな的なのがちょっと気になってた昔からなので今日は視聴者の方のためにもうね結構簡単でいい結構そう YouTube は結構簡単にレッスンで言うっていうより簡単な感じでちょっと今日はよろしくお願いしますじゃあちょっと僕説明っていうかまあちょっと MC しながらちょっと慣れないんですけど 今日はそれをやっていきます。じゃあ。はい、な。どんな練習してる。<laughs> 基本的に。低い、低い、手元が低いって今言ってたけど。ここ、ここ。そう。そこめっちゃ低いやん。そうね。確かにまあ、ほら、俺はわかるやん。スイング、うんうん、いろんな人の見てて、うんうん、まあ、どういう感じで。 あのこういうスイングだから低いっていうのは分かるけどやっぱ視聴者の人ってそこ分からなくて誰でもこう低くなるっていう練習方法がある,あるんじゃないかなと思って同じ手元がこう上げバックスイング上げたところとほとんど変わらないところから降りててくるっていうううことよねそそ練習する、まあ、ちゃんと普通にショットする前に。うんまあ 片手打ち、右手打ち、左手打ちがするよね。その後に腰腰から腰腰まで上げて、うん、腰から腰までのスイングをして、でその時に意識するのがこう上げました。うんうん、ただここについてるこの角度？この右手のはい、はい、あこの角度ね。はい、えじゃあこう,うこういう角度ってことか。そうそうそう,そうクラブのいはいはい、はい、上げた時。うん、これからこっからも こ,う上げてここのバックスイングでこの腰から腰,あ腰の高さで上げて、うん、確認したらここからこの形をキープしたままとああ<ー>、うん、なるほどなるほどじゃあ結構ハーフスイングな感じを結構繰り返し繰り返しやるってこ,とこれめっちゃやるかなへえ<ー>、うん、そうね こここからまでで、そしたらもうここを上げて下ろす時もここを通すぞっていう意識はすごい持ってるけんああ上げたところでああなるほどなるほど上げたところの軌道と一緒のところを下ろすような軌道でそれをハーフスイングでやっていくってことでちょっと加速したらねちょっとこうなったりとかするじゃんこのぐって入ったりとか角度が窮屈うそれも 角度をキープしてあとはボディターンでなるほどなるほど体で持っていくってことそう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 ああなるほどじゃあそこで一回上がってもらった時に止まるってこと一回一回止めたりして確認チェックして角度作って前に鏡があったりとかしたらもう自分でこう確認してこの角度作りましたで、ならまあとはもうちょっとこう踏み込んでそう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 はあ もうすげえ簡単やね。簡単やね。なるほどなるほど。そっちから見たらね。うん。ここに上げて。え、これはさ、もう一回構えてさ。これ、上がったこの今のラインを通すイメージで、体、ボディータイムでなぞって打つことね。同じ軌道をなぞって、ボディータイムを打っていくっていう。これをめっちゃした。これはするね。え絶対するそれだけでなるんやね。今でもやっ てるかな確かにプロゴルファーってあるよね、その独自の自分用のドリルがあるよね、俺もあるけど、うん、あそういういことね俺レッスンのお客さんには結構これを教える、なるほどねここ,ここがちゃんともうこうやって上げて戻っこ,のこのゾーンで戻ってきたらしっかりちゃんとヒットするから。うんうん 結構お客さんにもレッスンの3分の1ぐらいはこっからここの練習をさせてなるほどそうそう基本かなと思ってるからめちゃくちゃそれ大事やねうこの基本がやっぱできないというか練習の仕方とかもいろいろあるけどそれができないと基本ができないってことか。俺らでも基本 大ねまあまあこういうことを忘れてるんだなと思って確かに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 またなんかこうなんか思い出されるっていうかねここがちゃんとなってないのかなっていうはいはいはいああなるほどなるほどそれは何番アイアンぐらいでいつも大体大体俺は9番アイアンぐらいで9番うん9番 P とか9ぐらいがいいんじゃないかなああなるほどそれはロングアイアンはだめなわけやっぱ ちょっとふふ長いから振り遅れるああなるほどねなるほどねちょっと重さを感じながらうんあちょっとこれ七番だからちょっと長いからちょっとちょっと短く持ってやってたけどねはいはいはいそうこのぐらいの長さでああなるほどなるほどなるほどじゃあだいたい九番から下のやつでそれを打ってくるとだいたいもう教える時も九番やんかピッチングかでまあははははやらせてるかなちょっとやらせてもらっていい いや俺はさ、結構こうさ、トップが高いけんさ手が出るやんこれちょっとこうでこのままここで止めておお、ちょっとテレコ押した感があるけど分かるちょっと振り遅れた気がするなるほどなるほど。 手で振ると、ちょっと振り遅れた感あるよね。あるわ、これ、普通に、止めて。はい、<laughs> ちょっと振り遅れてるよね。ね <laughs> わざとやってやるんですよ。分か,よ分かりやすい。<laughs> いや、これ、多分、うん、みんな振り遅れるやつも、ねはい。振り遅れるね、手で。こう、今のは、結局、うん、ここの角度、まあ、ここから。うん、で、こう振るんやけど、ちょっとこう振り遅れて。手元が浮いて。くるから。うん いろいろこうしてしまうって、うん、そういう練習ってことねはい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 あとほら、うん、反動でしかみんな打ててないからねこうちゃんとしっかりちゃんと形を作ってここからどこから切り返していいかっていうね<ー>手で絶対持ってきたら絶対今言ったようにわざと今手で振って振り遅れさせてるよねこうねそう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 

てかさ、やっぱさ、うんうん、なんか俺と違ってやっぱトップって低いイメージあるやっぱあ俺分からんけどね、うん、いや、俺めっちゃ高いけん<高>い <laughs>、うん、なんかやっぱ、ねはい、えちょっとさ向こう向いてもらって、はい、ちょっとトップ行ってもらっていい、はい、あでもそうでもないか俺ここやもんね。 そうね。でも低い方かなでも普通かオーソドックスかな基本も,低かっもっと低かったと思うけど昔はね,昔はねそう低かったそうよねうん振り遅れ振り遅れが出始めて、うん、しっかりちゃんとこう体を回していかないといけないのかなと思って、うん、ちょっとこう。 高くはなったかもしれないけど、それでも低いけどね。はい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 。でもやっぱ低い方がいいよね。まあ元には戻しあてちゃうね。元には戻しやすいそう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 俺こっからさここ戻ってくるとちょっと難しいもんね。相当こうループするのか。うんこう手出るけどクラブがこう寝かせてくる来ないといけない。たぶん前本当にこの辺本当にこれぐらいだったと思う。アイアンアイアンた立ってたもんな。 ドライバーで多分これぐらいあ、行ってないってことクラブがそう、クラブもここまで多分平行まで回ってない確かに、そんなイメージはあるなで、これね泉田プロもそうなんですよ大二郎も平行まで行かない行かないんだだからやっぱ手元低いやんあーなるほどめっちゃ低いよねなるほどね俺めっちゃ行くもんね行くよね で大二郎もトップの時にグーッて上がってきたら本当、うん、この辺かあでもなんかアイアンそんな感じはするね<で>言われた、ね、ドライバーもこ,このぐらいここまでいかんねええー、うん単純に視聴者目線から言うと<ー>なんか意外とトップがあんまりこうシャフトがいってない人はこう浮きに手がこう出にくいそらそうよね う低くてあんまりクラブがいかないのもちょっと特徴でもあるかなあんまりコックを使わないもんね俺ねイメージはコックをねはい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 ここの角度このアドレスのこの角度もずっとこのたまるていってああじゃあもうその何手で上げたりとかないってことね全くないねもうこの… こ,この、こういう感じ。で上がってるってこと。うわー。うその練習でもあるよね。この腰から。まあ、そう、そうよね。うん、この感覚ないね、俺は。ない俺もう絶対手でポンって上げたいもんね。はい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 。お、もう一回。いや、まじ、羨ましいな、この手元の低さは。 それでフフェェーードドなるほどねすごいねそれでフェードってやっぱいいねそうかん。めちゃくちゃいいだって俺の場合は結構手元がパクって浮いてきてフェード打つからペラルときあるよねやっぱ外からシャフトがパって来たときがねクラブが立ってきて低くてフェードってめっちゃかっこいいねそうね捕まえてうんじゃあ俺もこのドリルをしたら 低くなるから <laughs> いや。絶対なると思う、ね。しょう、しょうがもう無理から。<laughs> <laughs> これは無理。もう。あもうここで手、<う>手首使ってしまうし、ね。俺は、ね、<う>めっちゃ使うけんね。もうこうやって打たんと、多分もう。うん,う,んうん。うん、確かに。もう野球チックで打ちたいだけだけやっす。人それぞれね。 やっぱいろんなコメントあってそのレッスンはとかいろいろレッスンはとか少ない方やと思うけど結構アンチはやっぱ最近伸びてきて視聴者も多くなってそういう声も結構聞こえるそれはそれで全然いいと思ってるし僕はちょっと人と違っていろんな人脈があるのでプロゴルファーとつながってるのでそういうこういう今日はそんな企画でやってもらったんやけど。 だからね、これが合う人もいれば合わない人ももちろんいるだろうしまあこういうのちょっとやろうかなマジで何人か呼んでどういう感覚の練習をしてるかっていうねいや絶対いろんな人がどんな練習をしてるかアマチュアの方も見るけどプロもやっぱ見たくなるねなるほどじゃあ低いインパクトというか手元低く入れる ようにしてたのはそのドリルをずっとやったとやってたせまあ生っていうかそれのおかげかなはいはいじゃあ,あれですね生徒さんみんな手元が低くなってるけど、ね、低,低くなるねみんな多分もう同じところ通ってくるね, <laughs> いいねうちの生徒さんにもこんな、うん、こういうカリブとかおらんからああなるほどね、うん、でやっぱねこういう地味なね、うん 練習をさせた方がいいけどやっぱ飽きたりするからねやっぱね。そうこれめっちゃそういやもう多分ね生徒さん多分面白くないと思う。いやいや面白くないと思う。でもまあやっぱ俺らもそれやってきたからうんそこをやっぱやらないとやっぱ上手くならないっていうのもちょっとこうゴルフかもしれない。上手い人は絶対やるよね。やってるね。確かに確かに。ちょっと地味ですけどあのぜひ皆さん手元がこう低くなってやっぱ絶対ミート率上がるんで絶対あります。 絶対上がるんで、はいえー、そうなりたい方はぜひ「川上プロ」のドリルをやってくださいちょこちょこね昔出てくれて久々出てもらいました、うんね、はいちょっともう4万人超えましたよあの時はたぶん5 6千人とか8千人ぐらいの時出てもらってたからそ,うう、ね、そこまでになると思ってた,あ思ってた いやおまあ、俺はなると思ってたね、<ー>俺だからだって、<ー> <laughs> すみません、同級生にもこんな感じで <laughs> すぐ嫌われるんでね、まあまあ、うん、それはまあちょっと、さておき、まあ今日のね、カーカンプロのドリル、はい、ぜひ皆さん、やってみてください、ハーフで止めて、ボディと体でね、そうです手元低くなります。なります <laughs> ぜひ皆ささんやってください。はいじゃあ 今期今日はありがとうございました。じゃあまたよろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんお会いしましょう。ありがとうございます。